クロスモールのロゴマーク、クロスガーデンでも文字を変えてほぼ同じロゴを使用している。クロスガーデン、調布クロスガーデン多摩クロスモールは、オリックスグループが開発、運営するショッピングモールの店舗施設ブランド名。2021年現在は、オリックス不動産がクロスモール、クロスガーデン、クロスゲートの店舗ブランドでショッピングモールを開発、運営している。 施設の中には他の企業へ運営管理を委託しているものや開業後に施設名が変更されたものもある。食品スーパーやホームセンターを各店舗として100円ショップやドラッグストアなど生活密着型の店舗と飲食店数店舗を入居させたあまり規模の大きくないネーバー型ショッピングセンターをロードサイドに出店している施設が多い。オリックス株式会社は クロスの名称の由来について、人と物が常に交差、共鳴する場を意味すると説明している。なお、同社の分譲マンションやビルの物件にも、クロスを関するブランドが多い。元は、クロスモールは、大阪府堺市南区に設けた、オープンモール形式の複合施設の施設名であったが、その後にオリックスグループの店舗ブランド名として、クロスモールを関する商業施設が、全国に設けられた。 その他にも、オリックスと同じく、大阪市に本社を置く、大和ハウス工業のグループ企業に移管された施設や、逆に、大和ハウスグループのショッピングセンター跡地に出展した施設がある。また、複数の施設を JLL モールマネジメントへ運営委託、移管している。ありがとうございます。